こんにちは、ハリーです。今回は第33節ジュビロ磐田対ギラバント北九州の試合を振り返っていきたいと思います。今回はですね、ちょっと特別編というか、なんと自分は今札幌から話しております。中身はね、ジュビロ磐田についてですし、声だけなので全然札幌感はないんですけども、いつもよりも空気が澄んでるなっていう感じを皆さんにお届けできたらなと思っております。まあね、それでも平常心、いつも通りに、ジュビロ磐田について語っていくので、お気に召しましたらチャンネル登録の方をお願いいたします。というわけで、第33節はギラバント北九州とホームでの戦いとなったわけなんですけども、ギラバント北九州は今降格圏に沈んでいるチーム、まあ、そういうチームを相手にね、ジュビロ磐田がどれだけ平常心を、つまりいつも通りにプレーができるかっていうところが、まあ一つポイントかなとも思いつつ、まあ、北九州がその降格圏に沈んでいるっていう状況をどのように受け止めていくかというか、まあ、北九州が首位のジュビロ磐田を相手にどのような戦い方をするのかっていうところが、まあ注目のポイントだったんですけども、今の、残留争いのっていうのは、32節終わった段階で勝ち点4の中に、9チームがひしめく大混戦となっていたので、どのチームも是が非でも勝ち点1以上は持って帰りたいという気持ちというかメンタルになるかなと思っていたので、まあホーム首位のジュビロ磐田を相手に、北九州はある程度4-4-2というような形でブロックを作って、守りを固めつつカウンターなどでのワンチャンを狙っていくっていう、戦術を取るかなと思ったんですけども、まあ、小林慎二監督が取った作戦は、前からの超プレッシングサッカーを開始早々から仕掛けていって、ジュビロ磐田を前からはめていこうという、なかなかね、玉砕スタイルというか、まあ、はまったら強いけれど、今のジュビロ磐田相手に本当にこの策が、まあ、ジュビロ磐田相手にというよりも、まあ、小林慎二監督が、まあ、試合前におっしゃっていたように、我々のプレーをしていこうという、まあ、相手に飲まれず今の状況にやられずに自分たちのプレーを仕掛けていこうというところを前面に押し出すための、まあ、超プレーシングサッカーだったのかなと、まあ、これは意外と今日疲れたサポーターというか、いきなりこんなに前からガンガン来るんで、北九州この残留争いをしているチーム勝ち点1が欲しいのにって思った方も多いんじゃないかなと。自分もプレビューでね、結構そういう、前からさすがにそこまでリスキーなことはしてこないんじゃないかなと思ったんですけど、まあリスキーな戦術を取って、まあそれが功を奏したのが前半1分、まあ開始早々ですね。開始早々になんか中盤でスルスルスルって上がって、間をスルスルスルってドリブルで仕掛けられて、そのままファーサイドの選手にボールが渡り、若干ハンド臭いなとは思うんですけども、まあジャッジが1点と言ってるので、まあ1点取られたと。前半まあ1点とか、前半早々に点取られたの久しぶりだなという感じで、結構驚きで、これもしかしてこの1点を取った後に、北九州はもしかしたら逃げ切りのプランで今度はブロックを敷いて、ゴール前をガチガチに固めてくるのかなと思ったら、その後も、まあ、継続して超プレッシングサッカーを繰り広げていくと。まあね、なんかジュビロ磐田って結構最初の5分とか10分、まあ10分までいかないですから、最初の5分相手の様子見をするというか、まあボクシングで言ったら左ジャブの牽制をし合うみたいな、まあ、し合うというか勝手にしてるんですけど、まあ、左ジャブで相手の出方を伺うような、サッカーの試合の入り方をするので、まあそこに、まあなんかエンジンがかかる切る前っていうか、まあ、左のジャブで牽制していったところに、いきなり相手が胸をついた右ストレートでぶん殴られたみたいな、で、まあ、前1ラウンド開始早々にダウンを取られるような、まあ、ボクシングだったらそういう展開になったのかなと。まあ、あれがラッキーパンチなのかはちょっとまあ不明として、まあ、それでも久しぶりの、まあ、そういう前半早々に点を取られて、まあ、ジュビロ磐田がその後どうなるかなと思ってドキドキしながら見てたんですけど、まあ、結果的にはね、やはり今のジュビロ磐田っていうのは非常に落ち着いて、まあ、いつも通り平常心、いくら自分が札幌から、まあ、札幌でねこれを喋っているんですけど、まあ、そんなことをお構いなしに、こういうこととは関係なしに、まあ、ジュビロ磐田とは非常に落ち着いた平常心を持ったプレーをして、虎視眈々と相手の高いラインの裏を狙っていくっていうところを、まあ、虎視眈々と狙っていた、まあ、それが15分、16分、19分と、まあ、15分から20分の間に3得点をしたっていうところにつながっていったんじゃないかなと。北九州は逆に先制を1点、まさか開始1分で先制点を取るっていう展開になるとは思っていなかったと思うので、あれが逆に
北九州のプランを崩したんじゃないかなっていう気もしなくもないというか、これはいけると思って2点目を取りに行った結果裏を取られてしまったと。あれが例えば、前半15分ぐらいまで超プレ、ハイプレスというか超プレッシングサッカーを展開して、例えば前半15分とかで点を取っていた場合は、もしかしたら残りの30分というのはもう少しペースダウンをして、ラインももう少し低めに設定していたかもしれないんですけども、前半の、ね、1分に先制したことによって、でその後、15分ぐらいまでは、開始早々なんで、元気、体力もある状況だったので、そこから超プレッシングサッカーを継続し、そこで逆にジュビロだったのががっつりと落ち着いたとか、1失点を喫したことで、ジャブの牽制というか、軽いパンチの打ち合いみたいなことはしてこないぞっていうのを分かったために、なんかスイッチを入れ替えたみたいな感じがしたなと、今のジュビロ岩田相手に、しかも今のルキアン、5連、結果的に6試合連続ゴールをして、J2 リーグの得点を浸しているルキアンを相手に、あの2センターバックで高いラインを取ったなと。ルキアンにはやはりその2センターバックの一人がマンツーマン気味についていたのかなと思うのが、その1得点目の時に大井選手からロングフィードを出した直前にルキアン選手が1回ハーフウェイラインあたりまでガッて前に出て、そのまま裏のスペースを空けて自分がその後走っていくと。なので2センターバックのもう一人の選手はだいぶ後ろにいて、その2センターバックが横に綺麗にラインが作れたかというと、結構ジグザグ、縦の関係になっていて、カバーしきれないポジション、そのスペースを有効に、大井選手のロングフィードは見事だったなと思うんですけど、そこでね、1失点を喫して同点になった時に、まだまだ前半の15分だったので、北九州はそのままプレッシングサッカーを継続した、あそこで本来継続してよかったのかどうかっていうのが非常に微妙だなと思うんですけど、あれだけ精度のあるロングフィードを蹴れる選手がジュビロ磐田にいて、あれだけ正確なロングフィードが蹴られたっていうことは、超プレッシング、ハイプレスをかいくぐられているっていうわけなので、北九州としては、個人的にはもし北九州の監督をしているとしたら、15分の同点の段階で1回引いて、ちょっと様子を見るというか、もう1回形勢を整えて、今、ジュビロ磐田との戦略差を見極めるための15分ないしに20分で、前半の残り5分、10分でもう一度仕掛けるみたいなことをしてもよかったんじゃないかなと思うんですけど、それを継続して、結局その後に、1分ぐらいでね、2点目が入ってしまったので、あれも、あれはもうやっとさんの見事な鈴木優斗選手の裏へのあのパスは、時間が止まったような、なんていうか、ボールだけがゆっくりとした時間の中進んでいくような美しいパスの中から、山本浩介選手が最後決め切ったと。3点目がまた極めつけだったなと思うのが、伊藤真希人選手からのね、縦パスをまたルキアン選手が前に運んでいって、最後鈴木優斗選手がゴールっていう3点目だったんですけども、あれも結局ディフェンスラインからルキアン選手の1本のパスと、あの時間帯もし微妙なんですよね。やっぱり 1得点目から2得点目っていうのがあまりにも早すぎたんで、あそこで戦術を切り替える時間的余裕もなければ、やはり 2失点を食らってしまったので、前から行かなければっていう、メンタルに切り替わって守ってたらこのままと押し込まれるっていうメンタルになって、さらに前ってなってしまった結果の3失点目、九州からすると3失点目、ジュビロ磐田すると3得点目が生まれたのかなと。小林慎二監督は自分たちのサッカーをやろうという言い方をしていたんですけども、結果的にそのやはり残留争いをしているっていうチーム状況が、なんか身動きの取れないメンタルにしてしまったんじゃないかなという、そこを完全に突き切ったジュビロ磐田の勝利だったかなと思っております。この戦い方ができれば非常に強いですよね。これで3連勝を果たし、次が、アウェーで栃木、栃木はね、またこの後プレビューも、上げていこうと思うんですけども、非常に特殊なサッカーをしているので、なんか一番もしかしたらジュビロ磐田が苦手としているチームなんじゃないかなという、点の取り合いになる可能性が非常に高い、それを1失点ないし無失点で抑えることができたら、今のジュビロ磐田っていうのはもう完璧に隙のない、優勝しか見えないっていうチームになって、J2 のレベルじゃないよね、もう J1 のレベルになってきてるよ、 J1 仕様になってきてるよねっていう結果を見せつけてくれるじゃないかっていうのが、栃木戦なので、栃木戦も非常に楽しみにしていきたいなと思っております。今回の北九州の中でさらに、詳しく一つ、話をしていきたいと思うジュビロ磐田の攻撃があるので、それについてはまた後ほど詳細を詳しく話していきたいなと思っております。以上ハリーでした。お気に召しましたらチャンネル登録の方お願いいたします。